民主的って何やろ。シナの毎日新聞デジタル。2023年2月26日。C、党首公選制の導入を否定。権限集中、民主的ではない。日本の友さんの党は、友さんは共産なんですけど、中野国の友さんの党と同じ組織です。コミッテル国際共産党第3インターナショナルの一支部同士で、日本の友さんの党はコミッテル日本支部として誕生しております。長いことトップを務めている C さんはチーママ。記事によりますと、友さんの党の委員長の C の数は余計なのを挟んでおりますが、26日放送の BS テレ東番組で、党首公選制の導入を改めて否定した。で、次のように述べました。直接選の挙で選ぶと、党首に権限が集中する、必ずしも民主的だと思っていない、と述べた。コミッテル日本支部の代表としては、選の挙で選びましょうって言われへんよな。コミッテルから任命されるもんやさかい。元党職員が1月に導入を主張する著書を出版し、党を除名された経緯がある。党大会で、代議員が幹部を決める現行の仕組みに関し、ベストと考えられる人事を集団で検討し、民主的に選出する手続きだと強調した。番組は20日に収録された。2月20日に収録された。この人事集団で検討してるふりしてるだけちゃうの。コミッテルの大元が決めてくるんちゃうの。知らんけど。いや、そうやろなと思って見てるんですけど、私は戦時中までに出版された先人の書を紐解いて、歴史の真実ごそごそして、Amazon Kindle 電子書籍で出版してきました。それをやりたくなったきっかけが、社会統計の実にお偉い肩書き立派な、素晴らしいとされる先生とお仕事をさせていただく光栄な機会に恵まれまして、全くリスペクトできへんし、社会党って一体なんなんって思ったからです。で、その時の責任者の方が社会党信奉者や思ってたら、定年後友さんの党員として生きる宣言をしたって聞きました。友さんは共産 C のおっさんのところですよ。で、結局ですね、社会党は社会の窓主義インターナショナルという実に恐ろしい国際組織に加盟する厄介な連中やったんですね。で、友さんはコミッテル国際共産党第3インターナショナルっていう国際組織やったんですよ。第2インターナショナル時代は、社会の窓主義インターナショナルとコミッテル同じ組織やったんですね。分裂して別々になったみたいな感じ。コミッテルができたのは、プッチンプリみたいな名前の方がトップを務めているロシロシで、大きな核の命が起こりましたよね。ロシロシ核の命。あれが成功してレニンのおっさんが、おまわれーって伸ばす。マルクソレニン主義いうのあるやん。あのレニンが、第3インターナショナルコミッテル国際共産党として、独立させたんですね。今現在コミッテルは消滅したことになってるんですけど、コミッテルには指導団体っていうのがありまして、そこのこと私、自由なおそうめん屋って呼んでるんですけど、自由フリーおそうめんメイソン。おそうめん屋さんのお眼鏡にかなった人しか大統領になれないところが、今現在でんでんじいさんがやってるところ、お米の国って書くところなんですよ。この世の中、盛大なプロレスが行われてて、赤くて酸っぱい工作員とほんまにいて、石化工作員って呼ばれてたみたいで、石化っていうのは思想を赤く染めること、トモさんの主義に変えていくことなんですよ。日本のトモさんの党の機関紙、新聞赤い旗。あの赤い旗の由来は、昔々バルカン半島で、豚さんブヒブヒを血祭りにしたことがあるんですね。その時の血で染めた、豚さんブヒブヒの血で染めた赤い旗を振りかざして、イエーイみんなこのようにしやー言うた勢力があるんです。一般の人たちのことを、ゴイって思ってる勢力があるんですけど、ゴイが豚さんブヒブヒなんです。ゴイムーとか言われんねんけど、何しか恐ろしいのよ。世界を牛耳る大きな勢力のご計画の一つに、国民が選んだという形を取らせて、資本を潰して、社会の窓主義の世界にして、後に友さんにしていくっていう計画があるんですね。我が国日本は資本主義国です。日米同盟があるからなんとかなっている国です。とても残念なお話ですが、私たち日本国民にとって、政党は自民しかあれへんかったんです。自民の中に赤くて酸っぱい勢力から送り込まれた怪しい残念な奴がいっぱいいますけど、今現在の野党の連中、あの悪夢の、いやいや現実地獄やったでの民主政権の民主の連中、立憲や国民、維新、社民、友さんと組めるところとか、もう論外なんですよ。他にも細かいところあるけど、野党は論外で切り捨てときます。で、シナの毎日新聞デジタルの2月23日の社説、友さんの除名問題、かたくなに移る党の対応、かたくなになるしかあれへんのちゃうって思いつつ、社説によりますと、組織防衛の論理を優先させる対応が、かえって傷口を広げているように見える。友さんの党が、党首公選制の導入を、著書などで訴えた党員を、除名処分にした問題である。委員長の C のおっさんは、異論を持っているから、排除したのではないと強調している。党のルールに従わず、外部で訴えたことが、規約違反に当たるとの説明だ。友さんの党には、民主集中制という仕組みがある。
議論を尽くした上で決定すればみんなで実行する、派閥分派は作らないといったルールである、それと相入れないというのはわかる。だが今回の騒動への対応には党の内外から厳しい目が注がれている、閉鎖的な組織と見られても仕方ない面がある。だってコミってるやし、チーママの C さんにも権限がないんじゃないの。朝日毎日産経の各社が社説で除名をめぐり異論封じ強権体質などと批判した。これに対し党は憲法が21条で保障する結社の自由への攻撃に当たるとして猛反発している。私は憲法21条大好きでですね、21条によってはちゃめちゃなことをやって楽しんでた時期があるんですけど、今でもそうやけど、憲法21条って結社の自由や集会の自由だけでなく表現の自由っていうのがあるんですね。最近言の論の弾圧激しいけど、本来日本国民何言ってもええはずやねんけどな。もう一回、異論封じ強権体質などと批判した。これに対して党は憲法が21条で保障する結社の自由への攻撃に当たるとして猛反発しているやて。新聞社も言論の自由憲法21条があんねんから書くわいなって思いつつ、組織内の問題としても政治に一定の影響力を持つ公党のあり方に、公党公の党、公党のあり方にメディアが関心を寄せるのは当然だろう。その批判や指摘を自主性への侵害と切り捨てるだけで良いのか、謙虚に受け止め今後に生かす姿勢が欲しい。無理やって、コミってる国際共産党第三インターナショナルのトップはロシロシのままちゃうの。除名された党政策委員会の安保外交部長を務めた経験のある元党職員の方、名前書いてあるけど言いません。1月に出版した著書などで民主集中性が抱える課題を指摘している。党員が党中央の方針に疑問を持っても事実上周囲に支持を訴えられず可視化されない。当然じゃないの、友さんやで。異論を許さない党のように国民から見られているとの分析である。的外れとは言い切れんまいやで。民主集中性を取る背景には、かつて旧ソビエテタ連邦の干渉などを機に党が分裂した苦い歴史がある。一方的に論議できるものではない。だとしても分析に基づく批判があり、その反響が広がっている事実は重い。改革を検討する柔軟さあって叱るべきだ。皆さん操り人形やから無理ちゃうの。記事まだ続いてて、一行だけ言っておきましょう。トモさんの党は昨年1922年の創立から100年を迎えた。その主張も当然当初と同じではない、一定の変革を経てきた。これは本部の人たちが変えてきたことをそのままやってるだけで、 C さんとかには権限がないはずやねんけど、知らんけど、まあ、いずれにせよですね、国際共産党を込みてる第三インターナショナルって非常に恐ろしくてやばいところなので、私たち日本国民には論外って知るべきですよ。込みてる日本支部として誕生した日本の友さんの党は公安が監視している実に恐ろしいところ。友さんの主義者はお口べっぴん笑顔の悪魔、仲間になったら必ず恐怖で支配されますので関わらない方がいいんです。